デジタルハリウッド大学、本日の朝日新聞、読売新聞長官に登場。デジタルハリウッド大学が新聞に登場した時、それは私にとって驚きでした。その広告を見て、私の心は温かい気持ちに包まれました。なぜなら、そこにはエンターテイナーやアーティストたちの笑顔とともに、人間の想像力と想像力に対する賞賛が込められていたからです。広告は、 平野紫耀さんや大東達ツさんのライブ初日を祝うものでした。その広告には彼らの素晴らしい言葉や笑顔が込められており、読むだけで私の心が満たされました。しかし、それ以上に、その広告は人間の力と可能性を称賛するメッセージを伝えていました。私は、テクノロジーが私たちの可能性を最大限に引き出すために進化してきたというメッセージに深く共感しました。 人間の想像力や想像力はロボットや愛などのテクノロジーでは代替できないものだと思います。そしてデジタルハリウッド大学の広告はそのような人間の力を称賛していました。この広告を見て私は学生たちが切磋琢磨して生き生きと活動している姿を想像しました。彼らもまた平野紫洋さんや大東達樹さんのように自分自身を表現し、 世界にインスピレーションを与える存在になるかもしれません。デジタルハリウッド大学の皆さん、本当にありがとうございました。あなたたちの広告には愛と賞賛が込められていました。私たちの想像力と想像力を称えるそのメッセージは、今後のエンターテイメント産業に光を与えることでしょう。ライブ初日の素晴らしいスタートに感動しました。 デジタルハリウッド大学の発展によって未来のエンターテイメントがますます輝くことを願っています。ありがとう。そしてこれからも素晴らしい活動を期待しています。そして最後にこの広告を見た時の感動や感謝を言葉にすることができなかったファンの一人として心から感謝します。これからもあなたたちの活動を応援し続けます。この広告は人間の力と可能性を称賛する美しいメッセージでした。 私たちはテクノロジーの進化によってより多くのことを成し遂げることができますが私たちの最大の力は私たち自身にあります。これからも私たちは自分自身を信じ想像力と想像力を活かして世界をより良い場所にしていくことができるでしょうかあなたは自分の可能性にどれだけ自信を持っていますかテクノロジーの進化とともに私たちの能力は無限大になるでしょうかそしてエンターテインメント産業において 人間の想像力と想像力は今後も重要な役割を果たしていくでしょうか考えてみる価値がありますね。新聞広告を通じて多くの人々がデジタルハリウッド大学に対する関心を深めることでしょう。テクノロジーの発展が人間の可能性を引き出すための手段であると理解することは重要です。デジタルハリウッド大学はテクノロジーと創造性を融合させ未来のエンターテイメント業界を牽引していく存在であると言えます。 広告の言葉に感動し、前向きな気持ちになったファンの声も多く見られました。彼らの応援が、平野信夫さんや大東達樹さんにとって大きな励みとなることでしょう。デジタルハリウッド大学の発展が、未来のエンターテイメント業界を輝かせることを願っています。新聞広告を通じて、多くの人々がその素晴らしさに触れることで、ますます多様で創造的な社会が実現されることを期待します。 この広告に対する皆さんの感想や期待は何でしょうかデジタルハリウッド大学や広告の内容について、あなたの意見をお聞かせください。